表を上げろ帝国民ども。新日本プロレスの支配者にしてリバースの支配者であるグレートオカンだ。今回はブシロードからカードゲームリバースと新日本プロレスが同盟を結んだカードが発売される。それじゃあ早速カートンを3つほど予約した。それを手下に持って来させている。お母様、持ってまいりました。早くしろ。失礼してました。こちら開封用のカッターナイフでございます、よかろう、消えろ。はっ。それじゃあ早速開けていこう。ちなみに今宵は右手に包帯を巻いていないが、なぜだかわかるか貴様ら。いや、プロのカードゲーマーだからな、カードを汚すわけにはいかないんだよ。そしてドン。あー、しっかり詰まってるな、カートンだから。これがワンボックス。このワンボックスの中には1パックが入っており、このワンボックスは3,000円、ワンパックは300円、非常に安い。これだったら貧乏な愚民でも集められるだろう。よし、早速パックを見ていこう。いや、その前に待て。このパックの絵面がとても気に入らんが、まあとりあえず開けていこう。まず最初はドンタクシリーズのやつだな。懐かしいな、こういう大会。これ確かポスターにも使われてたカードだろう。あー、渋いな、こういうポスターなどに使われてるカードがカードになるっていうのはすごくいいな、で次、あー、ケンタだな。まあケンタごときはどうでもいいんだけれども、こういうプロレスの技を仕掛けてる時の画像が使われてるのはまあさすがだな。やっぱ実写をカードにするっていうのはやっぱ新しい試みだからな。そして、ああ、タンガロア、やはりリバースといったらコラボカードゲームといって、まあ、いろんなアニメの作品とコラボしているわけだが、やはり実写といえどもこういうイラストのカードは必要だよな。タンガロアにしては可愛くないか。いや、可愛いにはうるさいからな。お、そして、お、ジェフコフ、世の同盟者だぞ。おい、ちゃんとユナイテッドエンパイアのカードも入ってる。ああ、そしてJ ホワイト、バレットクラブ欧米じゃないか。いやいや、このパック外れだな。ザック・セイバージュニア、今度 G1 で同じブロックにいるな。こいつと戦うの楽しみだ。もうワンパック開けていこう。あ、サクラ・ジェニスだな。多分さっきも一番後ろに入っていたが、多分こういう大会ポスターみたいなのが入っているんだろう。ああ、なかなかいいな。そして、あ、よしあしだな。ああ、こいつはタッグマッチだが、処刑したことがあるぞ。しかもこのコスチュームは最新のものだな。やはりカードゲームにするにも最新のものがいいからな。あ、渋い、ロッキー・ロメロだ。まだこいつとは何も絡んだことがないけれども、こうやって見ると
イラストカードもなかなか味があったり特徴よく捉えているな、うん、要は実写なんかよりもこっちのカードがいいな。実写はもう見飽きてるからな、あんなむさ苦しい男ども。そしてバッドラックファレー、なかなか世が出てこんぞ。ああ、鈴木みのる、まあこういう技もなかなかチョイスが渋いな。レアカードが出んから次行こう。おお、来た C プラスのレアカードじゃ。高木というのが気に食わんが。おいおい、あれはどこだ。おい、あれだ、あれは、こちら、持ってまいりました。うむうむうむ、カードゲームにはな、リアリティがあって、それをしっかり分けねえと、いや気が済まんのじゃ。これラバーマット、センスがいいな、貴様。ありがとうございます。これ分かるか、何か。大空すばる式、羊殺しの大空すばる姫だ。このカードも出ているぞ。そしてこれがスリーブだな。こういう風にカードを集めたやつはスリーブも用意しておくように。この辺ツイッターにも上がってたな、このカードが出るよって。うん、レアカードの他にこのボックスを買うと特典としてパートナーカードがついてくる。いや、ついてるぞ、見ろ、ようじゃ、ようの通り下ろしだぞ。よくこの絵を見ておけ。うん、これもレアカードみたいなもんだろう。ちゃんとした大空すばる姫のな、スリーブに見れたぞ。さあ、もうどんどん開けていこう。なかなか気になるカードが、あお、おい、さすがよじゃな、勝利の女神すら側室にした男だ。トリレアじゃ、これが内藤哲也というのかな。まあ今年一勝一敗の仲なんじゃけれども、そして G1 でも A ブロックの最終戦でも当たるニック系やつじゃが、まあこのレアカードに免じて許してやろう。ああ、しかもこれあれじゃな、広島でよう打ち取った時のやつだな。ちょっとこれは気に食わんな。まあだから入れといてやろう、仕方がない。さすがヨジャついてるぞ。やっと終わったな。何が何だか分からんような状態になっているが、まあここでちょっと出た気になったカードを紹介してやろう。そうじゃな、まあ、まずはこの白星の金のベルトだ。これまた内藤というのが気に食わんが、これ2つのベルトが発行されておる。旧 IWGP とインターコンチだな、うん、こういうのもなかなかレアだし金色だぞ。そしてハクオシサインのこちらは金だ。レアリティとしては SP だな。そしてこの上を行くのがあるんだよ。普通はこの金のサイン入りカードが上なんだけれども、この虹色だ。虹色のカードが上を行く。そしてこれが一番のレア。PP。
プレミアムパラレル。まあどのぐらい1枚入ってるかわからない、とにかくレアで、白押しサインやベルトの白押しサイン、白押しよりも上だ。それをウィル・オスプレイ当てられるよ、さすがだな。まあそしてちなみに世のカードもあるぞ。世の白押しサイン、あ、このサインは企業秘密だ、国家機密だけれども、このカードが欲しければ貴様らも 3カートンぐらいは買っとけよ。あとこの可愛らしい世の A 館のカードも入っている。なかなか大量に出たな。いや、ただこんだけ集めるとやりたくなってくるな。はい、そうだな、もう新日本プロレスのチャンネルも完全に支配した。次はリバースの公式チャンネルを侵略するというのもいい手かもしれんな。よし、それでは決定だ。次はリバースチャンネルにて、ヨガこのリバースのカードの戦い方っちゅうのを教えてやる。しっかり見とけよ。おお、そうだったそうだった、忘れとこだった。いつもだったらこのボックスは捨てるとこだったんだけれども、今回は捨てんぞ。貴様らにも捨てさせん。なぜならばこのボックスのこのバーコードブシロードに送れば世のポスターが当たるかもしれないからだ。世以外にもポスターがあるっぽいが、まあ他のやつは知らん。とりあえず世のポスター当てろ。そのためにもこの箱は大事に取っておけ。